道の駅イラゴクリスタルポルトは愛知県田原市イラゴ町にある国道42号の道の駅である。イラゴ港での伊勢湾フェリーイラゴ飛ば館を就航している国道42号上の厚見半島先端のイラゴ岬に位置し、イラゴ港の旅客ターミナルを兼ねている。この施設は1970年7月にイラゴ港湾観光センターとして設置された。 当時から旅客ターミナルの役割を果たしており、道の駅制定に伴って建物が新築されたわけではない。後に改装を行うとともに、1994年8月に現在の道の駅ラゴクリスタルポルトへと名称を改めた。旧厚見町と石垣市が姉妹都市提携をしていた縁で2回売店で沖縄名産品を販売していた。 新型コロナウイルス感染症によるフェリー利用者の減少等の影響により2020年5月30日以降休館していた。2021年3月16日から2階トイレなど一部施設に限り営業を再開したが、前後して建物外壁や玄関に設置されていた道の駅のシンボルマークは撤去されている。内は24時間使用可能。島崎東村の市。 ヤシの実をメインテーマにした博物館で、別名はイラゴ自然科学博物館。世界のヤシ約100種の幹や花房、種などの実物を収集、展示するほか、ヤシと人及びイラゴとの関わりを紹介している。また、別名の通り、厚見半島の歴史や自然、文化の展示も行われている。AB、ふるさと歴史探訪田原市の遠隔話が街の歩み。 田原市、2009年2月2日閲覧。道の駅、イラゴクリスタルポルトの休館のお知らせ。厚み半島だより、厚み半島観光ビューロー公式サイト。厚み半島観光ビューロー。2020年9月18日閲覧。鈴木博と、イラゴの道の駅再開目度立たず先月から、休館フェリー客激減で、中日新聞2020年6月13日付長官。 三河版15ページ。イラゴクリスタルポルトが一部再開。東愛知新聞。2021年3月22日閲覧。ABC ヤシの実博物館。名古屋観光。2017年9月29日閲覧。ABC ヤシの実博物館。JR 東海ツアーズ。2017年9月29日閲覧。 平成19年田原市議会第1回定例会会議録。田原市議会。2009年2月2日閲覧。イラゴガーデンホテル。会社概要。イラゴリゾート。2009年2月2日閲覧。ありがとうございます。